小林文明とは、日本の政治家。自由民主党所属の衆議院議員、内閣府大臣補佐官。自民党青年局長、総務大臣政務官、内閣府大臣政務官を歴任。祖父は、参議院議員、福山商工会議所会頭を歴任した、小林正夫。1983年4月8日、富山県高岡市に3人兄弟の末っ子として、生まれる。 後に、日東西網代表取締役となる、父の小林次義が当自動車の高岡工場長を務めていたため、その後広島県福山市に転居し、英数学館高等学校卒業、上智大学理工学部科学科卒業。2007年に株式会社、NTT ドコモ入社、NTT ドコモ時代は、法人営業と人事の採用担当を務めた。 ちょうどお財布形態が始まった頃で、これは面白いなと。24時間365日手元にあるものに、電話やメール、情報が届いて、しかも一人一人を識別できるからカスタマイズできる。人の生き方そのものというか、意識や行動にものすごく影響できるツールなんじゃないかって思ったと入社の動機を語っている。入社直後の研修は、群馬支店に配属され、 ブラジル人の来客が多かったことから、モバイルに通訳機能を載せられれば、どこでも好きなところに住んで生活できる、可能性を感じ、テクノロジーや通信をどんどん世の中で活用していけば、そんな風に様々な障壁を超えられて、フェアな社会ができるのではないかと実感したという。2012年に自由民主党広島県第7、選挙区支部支部長就任。 同年第46回衆議院議員総選挙で広島7区に自由民主党から出馬し、初当選。2014年12月の第47回衆議院議員総選挙で広島7区から出馬し、再選。2016年国土交通部会副部会長に就任。同年行政改革推進本部本部長補佐に就任。2017年7月。 行政改革推進本部本部長補佐として、養殖漁業への参入ルールを見直すことで、新規参入時の透明性を確保し、水産業の成長産業化を図ることを目的とした、水産庁特別班の提言を行った。同年8月第3次安倍第3次改造内閣にて、総務大臣政務官兼内閣府大臣政務官に就任。電波有効利用成長戦略懇談会。 成長戦略ワーキンググループ、電波システム海外展開推進会議、未来デザインチーム、電波有効利用成長戦略懇談会、成長戦略ワーキンググループなどを立ち上げる。同年10月の第48回衆議院議員総選挙で広島7区から出馬し、希望の党が擁立した元東京都議、日本共産党の新人らを破り、参戦。第四次、 安倍改造内閣にて、総務大臣政務官兼内閣府大臣政務官に留任。モバイル市場の公正競争促進に関する検討会、電波有効利用成長戦略懇談会、投票環境の向上方策等に関する研究会などを立ち上げる。2018年に総務大臣政務官として、 総務省働き方改革チーム ICT インフラ地域展開戦略検討会放送サービスの未来像を見据えた周波数有効活用に関する検討分科会放送をめぐる諸課題に関する検討会放送サービスの未来像を見据えた周波数有効活用に関する検討分科会衛星放送の未来像に関するワーキンググループ中を開くタスクフォース 地方自治体における業務プロセスシステムの標準化及び AI ロボティクスの活用に関する研究会などを立ち上げる2018年10月総務大臣政務官任期満了2018年11月自由民主党青年局長代理行政改革推進本部事務局長に就任2019年9月自由民主党青年局長に就任 2019年12月行政改革推進本部、規制改革チーム座長に就任。2021年1月20日、河野太郎内閣府特命担当大臣の大臣補佐官に就任。FCC と総務省での覚書締結。ありがとうございます。